シュガさんのレレレのレ。皆さんこんにちは、キャーミーになりたいシュガさんです。話ちょっとそれるんですけど、筋トレから、皆さん音楽って筋トレやるときに聞きますか？私聞く派なんだけど、ヘッドホン派なんですよ。でワイヤレスのね、ちっちゃいイヤホンとかもつけてたんだけど、なんかね身に入んなくてね。で、もともとビーツのソロ2のね、色がゴールドのやつがもうお気に入りで、金ない時に買ったんですけど、1年ほどで壊れまして、片耳が聞こえないっていうね。ビーツって壊れやすいのかな、物によるのかな、わかんないけど、なんかびっくりした。1年ぐらいで切ったんで。で、私ヘッドホンはとか物、カバンとかもゴールドが好きなんですよ。基本服が黒なんで、赤か黄緑かゴールド、この3つをね合わせることが多いんですけど、もうね、これ見て、もう超可愛いでしょ、これ。可愛い、もう大好き。もうね、テンション上がっちゃったよ。もうこれ古いからさ、新品でもね、あんまりまあ出てないっていうか、もう結構値段もするんですけど、もうね、申し訳ないけど、ちょっと中古で買わせていただきました。譲っていただいた方、ありがとうございます。ということで、テンションがめちゃめちゃ上がってきたので、今日はね、肩トレをしていくんですけど、ダンベルを使った肩トレになります。今日はね、山沢さんという方のね、ダンベルで肩全体を鍛えるっていう動画を参考にしたので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。毎日筋トレ、レッツゴー。はい、じゃあ皆さん、ダンベル3種目やっていきたいと思います。1つ目がアーノルドプレスで、こうやって回転させながら上に上げていく。で、2つ目が上半身をちょっと軽く少し斜めにして、猫背にして腕を斜めにサイドレイズ。最後がリアデルトンレイズ。これはね、椅子に座ってやるんですけど、椅子に座りながら猫背になって、こう引いていくのかな。ちょっと一緒に頑張っていきましょう。全部15回にセットやっていきますので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。じゃあ最初1アーノルドプレスからやっていきます。15回にセットですね。いきます。
じゃあ3つ目リアデルトレイズ、これをやっていきます。ちょっと上半身を落として、まあ椅子にね立って座って上半身を落として、肩をねこのまま背中にいきそうなので、ちょっとだけ回せて曲げて肩にいくようにやっていくみたいですね。じゃあ15回2セット頑張ってやっていきましょう。筋トレで毎日皆さん頑張ってますか？私も毎日できるように頑張ってます。で、私使ってるダンベルこれ2キロなんですけど、おお2キロなんですけど、2セット目入った時がめちゃめちゃ辛かったですね。でももうちょっといけたかな、なんか3セット目行ってもいいかなっていう感じでした。だからまあ動画外でねやろうと思うんですけど、とりあえずね山沢さんの動画を参考にしてやったので、15回を2セットやる感じにしました。皆さん肩もね結構筋肉って大事だと思うんですけど、肩ってつきにくそうな気がしますよね。一緒にねみんなで筋トレ頑張っていけたらいいなと思ってますので、明日も毎日やっていきましょう。ここまで見てくれてありがとうございます。また明日も毎日筋トレ頑張っていきましょう。バイバーイ。